ということで今日はですね、伊豆半島はど真ん中、中伊豆にあります居酒屋ひでのおすすめ商品、ひでちゃんチキンをこれからもっちゃんと一緒に食べてみたいと思います。食べちゃいます。さあそれではひでちゃんチキン登場です。はい、じゃ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 ーん。さあ来たー。すごい、これまず大盛り、普通盛り、これ普通盛りですよね。うわー、はい、ボリュームたっぷり。もうもっちゃんでも大丈夫です。ちょっと今よだれが飛んじゃったけど大丈夫です分かんないけど。さあじゃあ、はい、まずちょっと紹介、はい、紹介をね、はい、これが漬け、あ、漬物じゃないすいません。まずチキンが乗ってますけども、はい、これひでちゃんチキンは特製のタレに辛みが乗ってるんですよね、はい、そうです緊張してます。ひでさん急に緊張してさっきまで全然違うじゃん。いやで、はい、で、香りがいいですね。ああうまい。もう食レポのなんか、いや食べてないから、まあ、食レポじゃないんですけど、いやめっちゃ、いやいやいや、香りちょっと嗅いで、香りでもここまで来るもん。あ、来る。じゃあ行きましょう、行きましょう。じゃあまず我慢ですね、箸割るところから。パキあ、上手に割れた、うん。でいいですか。はい、じゃあどうぞ。いきなり、しかも真ん中から取るから、ね、真ん中からでしょ、やっぱり、はい、ご飯にのせて、はい、はい、今はもう原材料名全部当てますから。唐辛子が入ってますいや、もともとチキンでしょ。まずスープからいかないよね。はい、じゃあ私もちょっといただきます。いただきます。もう普通に食べちゃうからね。うん、うん、このタレが、うん、素晴らしい。うまい。うん、タレ最高ですよ、うん、はい、じゃあ気になってるのが、うん、生姜の似たやつ、はい、これね、付け合わせね、時によっていろんなものがいろいろ作るんですか、はい、でも、もちろんそこにメニューがあるので。あ、はい。さあ、このひでちゃんチキンおいくらでしょうか。850円。これだけのボリュームでね、すごい。これ俺でもお腹いっぱいになりますよ。はい、ということで今日はですね、中伊豆のこれ県道12号線って言うんだっけ、ここ前ね合ってると思いますけれどもね、修善寺から伊東に向かっての県道のほぼ真ん中辺、ミニストップを見つけていただいたら、もうミニストップからすぐの方にありますんで、ぜひ皆さんも、居酒屋ひでのひでちゃんチキン、食べに来るともっちゃんと遭遇する確率は 1% ぐらいあります。高いということで、あなたもぜひ居酒屋ひででひでちゃんチキン食べてね。Ha ha ha.